A 段1700系電車は、低都高速度交通 A 段が銀座専用に投入した通勤系電車である。本校では1700型とほぼ同一の形態で先に製造されていた A 段1500系電車、A 段1600系電車、及び1700系の客用扉を両開きに改良した A 段1800系電車についても記述する。なお、 本校では1500型は、本校で扱う1500型を指し、1968年、および1981年に製造された1500、型はそれぞれ製造年別に 1500N 型、1500NN 型と記述する。1572-1954年に、銀座線輸送力増強のために、3両が製造された。1572は、東急車両製造製。 1573.1574は近畿車両制である。車体構造は丸の内線車両の設計思想が大きく取り入れられ、二重構造の張り上げ屋根となっている。窓寸法も300型に合わせて拡大されたが、客用扉は片開きとされた。前面は300型から方向膜を取り去り、全消灯を。 従来同様屋根前端部一等とした形態で貫通扉が1600系以降よりも狭い。2000型までの銀座線各形式の全面スタイルの基礎を作ったものと言える。それまでの車両は屋根部を赤茶色に塗り分けていたが、本形式では全てオレンジ一色とされた。電気品は東京地下鉄道系の流れを組む吊り掛け駆動。 ABF 制御で、主電動機は1両につき2個である。1955年から1956年にかけて、銀座線輸送力増強のために15両が製造された。製造は、近畿車両、汽車製造、川崎車両、帝国車両工業、東急車両製造である。車体構造及び伝送品は、基本的には1500型とほぼ同一であるが、 全面貫通扉の幅が 550mm から 700mm に広くなった点が目新しい。1956年製の1685から1689は、車体について丸の内専用400系の思想が盛り込まれた、若干の設計変更がなされ、屋根構造が2段から1段とされた。1956年に1701から1718。 の18両が製造された。製造は、川崎車両、東急車両製造、近畿車両、汽車製造、日本車両製造、帝国車両工業、日立製作所である。携帯は1600系の後期型に準じた、片開き扉を持つものだが、屋根県部の通風口の形状に差異がある。車両番号については、1600型が1689。 まで達していたことから、改めて番号を01から振り直している。銀座線は 1500N 型を投入した際、固定編成化が実施されたが、1500N 型を組み込まない編成も若干出現した。この編成の出力調整のため、1702から1710の給料が1200系、1300型から、電装解除時に発生した主電動機を流用して、 主電動機が2個から4個に強化されている。電動機増強が行われた車両は、車両番号の頭に、が表記された。1981年に、丸の内線放南町支線の輸送力増強のための 2000K 転出に伴い、補充として 1500NN 型が増備されたが、その際に1703.1704、1707.1708、 電動機を2個に戻された。1958年から1959年にかけて銀座線の輸送力増強用として8両が帝国車両工業と日立製作所の2社で製造された。丸の内1300系の設計思想をより具現化し、銀座線では初めて両開き扉を採用した。また、車内放送装置や簡易行き先表示器なども、 同線で採用されたのは統計式からである。なお、駆動方式は釣りがかり式のままであるため、性能的には1700型までの形式とほぼ同一である。1825の台車と、主電動機1968年の 1500N 型導入により、銀座線車両は固定編成化が進められ、その結果本校4形式については、全車編成の中間で使用されるようになった。 ただし、1200系、1300系、1400型で実施された運転台機器の撤去は行われなかった。01系の増備に伴い、1984年から1986年までに全車営業運転から離脱し、廃車となった。廃車後は全車解体されており、現存するものはないが、1825の台車と機器は、 地下鉄博物館に保存されており、手電動機は1 0 0系1 2 9カットボディ内の機器操作により稼働する。A 段1500系電車に関するカテゴリー、A 段1600系電車に関するカテゴリー、A 段1800系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。